神、舞のモチーフになったとされる、稲をもっけろく中の海医師舞は、何枚もの神が一人でに舞い飛ぶという日本の妖怪。昭和初期の民族学者、藤沢森彦の著書、妖怪が断然衆日本編上にあるもので、神名月に現れ、神が一人でに一枚ずつ舞い飛ぶとされる。山室聖や山田の両らによる、書籍、妖怪魔人精霊の世界によれば、これが、 神舞という名の妖怪の仕業とされている。ただし妖怪研究家、村上賢治の指摘によれば、妖怪が断然衆で神舞の解説に用いられている。差し絵は、江戸時代の怪談稲尾木記録のもので、主人公、稲尾平太郎の体験した家で、花紙が一人でに舞うものであり、平太郎の体験した数々の怪異の一つに過ぎず、神舞という名の固有の妖怪ではない。 なお、妖怪画断前集では神舞の出現時期は、神名月とされているが、稲尾もっけろくえ巻の時期は、神名月ではなく7月である。前日の、妖怪魔人精霊の世界では神舞の名で、天保時代に豪欲な金貸しが、正門の束を見ながら、そろばんを弾いていたところ、正門が一枚一枚空中に飛び去ったという伝承が述べられている。これは、山田のりおの著書。 お化け文庫にある神舞の物語が元となっているが、これも村上賢治により創作と指摘されている。山田の著書には他にも京都で小説家の書いた原稿が一人でに舞い上がるという神舞の話がある。ありがとうございます。